はい、どうもです。今日はダイナモローラーを使って戦っていきたいと思うんですけども、あのギアをですね 3.9 メイン性能をつけました。でこのメイン性能をつけることによってダイナモの攻撃力がね上がるので、まあ今はもう最大火力ですね。今まで倒せてこなかったダメージの敵でも瞬間的にめちゃくちゃ攻撃力が上がるので、倒せなかった敵も倒せるという、まあ割とひどい割とひどいギアで今回戦っていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、間違えしました。ガンガゼ野外音楽堂です。よろしくお願いします。まあちょこちょこさ、あのダイナモローラーにミニスナーつけてるんですけど、あのこんだけつけるとね、インク管理っていうのが難しくなってて、多分4発かな、4回ぐらいしか触れなくなっちゃうんですよ。なのでインクのなくなる、なんだろう、あー痛いめちゃくちゃ痛かった。今バケツ普通に強いんですけど、こういうのも、おい、見た、オーケー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 、2人持ってた見た。でもなんか多分普段じゃ倒せてないような、いや分かんない、ダイナモつかないから分かんないんですけど、まあ攻撃力が上がるのと、あとまあインクがなくなるの気をつけなきゃいけないかなって思います。割ともうね、味方がもう前に来てくれてるのでサポートしていこうかな。あ、もうやらかした。あ、ナイス。もういいや、もうなんか俺ハイパープレッサーの方持ちたくなかったけど、まあいいや、しょうがねえ。俺本当はナイス玉使いたかったんですけど、まあいいや。うえぇ待って、今倒せるんだ。お、ナイス。普通に味方が強かった。俺もメイン性の力をね出していきたいんですけど、あー、インクがこれすぐなくなっちゃうのが本当に欠点。インクアーマーとかだとすぐ回復できるんだけど、なぜ俺はハイパープレッサーよりにも乗って持ってきてるんだ。いや、今倒せなかったか。え、死なない。え、めっちゃ当ててるのに。ちょっとマジか。そこそこ当てたんですけどね。うえうえ、あー、インクが、うえ、オッケー。あー、インク出ないほい、よし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 。本当にインク管理が難しいけど、この一撃の重さをね相手に与えていく。ナイス、アーマー。ちょっとここ塗っときたいな。来てない、これ下かかわいそうダイナモに埋めとらそう。おっと、ジェッパー危ねえ、ジェッパー危ねえ、ジェッパー危ねえ。ダイナモに上取らすとね、相手嫌がるから。来てますね。危ない。え、なんかいるし。削ってますよ。直射のダメージもと、あ、なんかトラップで倒してる。強いっしょ、これ。一人で抑えられるんですよ。こっちはトラップ仕掛けとくわ。もう来たくなくなっちゃうよ、相手。フレ。あれ、これ左から来ると思うんだけど、いいか。最後、さーっとやられていく。しょうがない、ドバイドバイ。オッケー。俺ここ抑えれば、大丈夫よ。ほれ。最後いますね。うえ、あー、最後倒せなかった。いやー、味方には結構瞬間的に落とされたんですけど、耐えることができたわ。ありがとうございました。まあ、割とダメージは入ったんじゃないかなと俺自分では思ってるんだけど、どうだろうな。あ、結構倒しましたね。はい、間違えしました。富士坪スポーツクラブです。よろしくお願いします。こっちのステージも結構ダイナモ強いんじゃないか。どっちもいけるぞ。今日はダイナモステか。うん、まあでも普段使っている人と比べるとやっぱりこうメイン性能のドーピングをしていかないとドーピングをしていかないとね、ちょっと同じようには戦えないというか。下がったな。あ、ナイスナイス。あ、まあこれね、ダイナモ使ってるとね、ハイパープレッサー打つタイミングが危ないナイスナイスナイス。ハイペで使うタイミングがねないんよ。はい、削る。お、ナイス、オールダウン。本来ならナイス玉打ちたいところなんですけど、
しょうがない。今倒せるんや。これはもう敵嫌でしょ、ここにダイナモいたら。リスキーになっちゃう、リスキーに。ちょっと風呂はめんどくさいですけど。なんか来た。なんかここめっちゃ強いんですけど。はい。やれないか。じゃあこの雨で削れたのを倒したいけど。あ、無理か、近すぎたか。やっぱナイス玉か、インカーマーの方が良かったな。うえ。もうここにいるのもダイナモの餌食よ。風呂だけちょっとね、めんどくさいけどね。お風呂だけやめていただきたい。はい、削ってる。はい。入んないか。あそこローラーいますね。ここね。当たんないかな。あ、当たってる。くたばれ。ダメか。ちょこちょこ削って、あ、ナイス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 。ダメージだけ入ってた。最大火力を持っても耐えられたよ。おい。これ、抑えめっちゃ強いダイナモ。チャージャーがいないからさ、相手。射程ダイナモで勝ってないからさ。仕留めきれない。あー、外した。いや、先に飛んできたのと。うい、いた。はい。おなんだ、あ、ローラーか。あ、やばい、なんかローラーにめっちゃやられてる。ちょっと耐えてくれ、ちょっと耐えてくれたら俺行くから。ちょっとだけ、あーちょっとだけ耐えて。ちょっとやばいな。一回死ぬとまずい。あはは、ちょっとやめて、後ろ来てる。やめて。あー当たっちゃうの、近すぎた。頑張って頑張って、耐えて。大丈夫大丈夫、耐えてくれてる。ナイス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 、よかったよかった。危ないとか、危なかった。これをね、この火力で倒していく。うい。あ、最後やりきれなかったかな。ナイス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 。なんかアシスト入ったわ。危ねえ、ちょっと不甲斐なくやられちゃったけど。このステージやっぱ楽しいな。このとこと、あと野外音楽堂、今いい感じにダイナモ刺さってる気がする。ありがとうございました。まあ戻ってきましたね、ガンガゼ野外。まあどっちかっていうとね、もう一個の方が好きだったんですけど、戦いやすさはあったんですけどさ、あとね、ダイナモの曲者の威力をね、わかるのはね、もう一つなんだっけ、フジツボか。フジツボだと思うんだよ。ここも強いけど、なんか曲者のダメージで俺ちょっと今日勝ちたいなと思って。あ、なんか上いるね。下ろしちゃおう。降りた。あー、やりきれない。スペシャル性能をつけていないハイプレイ、さらに俺のなんかハイプレイのちょっと実力がまだ、倒しきれないよね。はい。まだいるね。ちょっとチャージャーいるのか今回。嫌だな。狙われるとちょっと、どうしようもないんですけど。でも相手攻めてこないな。結構後ろめだね。そういう時はハイプレでいいや。この時のためのハイプレを俺は間違えてナイス玉を使わなかったわけではなく、こういう時のためのハイプレよ。やれねえわ。やれなかった。やばい、仕返しされてる。あぶね。はい、倒していく。あー、じゃあ無理。頼む。あ、こっちからやれそうじゃね。プリ、あ、ほらほらほら、なんかやられたけど、プロに。下からの曲者を倒せるからな。チャージャーを振りにすぎるとちょっと上からね、なんか後ろから撃たれる。うわー、遠く割りたい。頑張れ。頑張れ。あー、これスーパージャンプしなくてよかった。遠く割りをもらってしまった。立て直すか。風呂いますね。なんか全部当たった。ハマが全部当たったみたい。やべ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 。やばいかな。相手ピンチつい
つい消えちゃったね。五分五分なんですかね、今。あ、でもなんか真ん中はそんな来てない。やっぱ後ろ目だね、相手。俺正直後ろにいっぱいいてくれた方がありがたいんですけど。チャージャーだけめんどくさいけど。はい。あ、削ってる。やりきれんか。まあでもここ来ないんだったら。今うち一人少なかった。やった。うち一人少なかったけど。来なかった。勝ち筋が、勝ち筋がいっぱいある。あ、ない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 。もうあと塗ってればいいっすね。勝ちっすね。よかった、ラッキー。ラッキーだった。はい。あー、敵が、うい。あー、最後削れなかった。最後楽しかった。まあ勝ちましたら、ね、ピンチついてたし。うん、ありがとうございました。結構威力あったでしょ、攻撃力の。あ、メイン性能か。火力が発揮できました。ありがとうございました。